今から地獄地獄地獄が頑張ります。これでもどうなってるか分からない。あー痛い。全然痛いことしてないからね。痛い。優しくさすってるだけだよ。どわ、もし痛いとしたら自分の体が悪いから、ね、いやもう頑張って声出さないように耐えてるんだけど痛い。痛い。笑顔笑顔、はい、笑顔痛い。いやいや全然痛くないから。ほら細くなってきたし。笑顔笑顔やば。楽しいね。綺麗になるの。痛い。痛くない痛くない。全然痛くない。ほら乗りこかった。痛い。どっから声出てんだか分かんないぐらい。うっす。でもね、モデルさんたちの声はこうやって乗り越えた。あ、そうですよね。チビちゃんとか。みんなも叫んでる。叫んでない、みんなは。みんな気持ちいいから。あ、そっか。うん、私もきっと。私も気持ちよくなってくるんだろうな、だんだん。そうね。うわぁ、涙が出てくる、これ。痛い。やばい。はぁ、あ。あ、でも左すっきりした。あぁ、痛い。はぁ。あ、でもゴリゴリが前よりは。あぁ、痛い。これ、本当に見る人は。叫んでるから本当痛いんだろうなって思う。人聞き悪いんでやめてください。普通の人は痛くないので。普通の人は痛くないらしい。私の体が悪い。受けないようにしてください。いや字幕とかつけられないからだ。とりあえず優しい施術だということは。そうだよ、ちゃんと聞いて。普通は痛くないよってちゃんと。私の体が悪いだけ。そう、私の体が悪いってちゃんと反省しといてください。あ、痛い。いやほら、こんな優しくしかやってない。あ、痛い。台すごいしがみついてるからね、私。台にこう。台に、ね。台にしがみついて。まあ、落ちてもらって困るんで、しがみついてください。痛い。悪いやつ、時取ってるだけだからさ。すごい。痛い。その男らしい声をやめてください。これ動画あげよう。もうおたけびって。そうそう。いや。他の部屋にお客さんいるからね。いや、なんでこんな叫んでんだろうってなってる。そうやよ。でもこの間そっか、たまたまいなかったからだけど。そうそう、これ出くわしたら超気まずいパターンですよね、うん、さっきの叫んでたここの子が、うん、出くわさないように上手に伝えながらやってます。さすが。痛い。そんな大げさな。痛い。ちょっとオーバーすぎない？いや多分逆にこれを見た後にここに来た人は、うん、大げさだなって思うぐらいいい体をみんなしてるんだと思 う私が、あっ、ざっ私の体が全然ほら、優しくやってる。あ、私の体が悪すぎるんだ。すごいよ。だっ、だっ、だっ。泣いてるもん。ほら、あ、でもこれこの、あ、ほらもう別人の体になっちゃうから。どうぞ。これあれですよね、松本さん目線のも欲しいね。このカメラを頭につけて。なんで私がカメラつけなあかんねん。どれだけこのCCDつけて。そう、私が変わっていくかっていう。うわあ。面白い。いや
やばい。でも、うん、気持ちいいんですよ。気持ちいいんだけど痛いの。私でもなんて言うんだろう、気持ちいいんだけど痛いの。痛い気持ちいい感じ。じゃあいいじゃないですか。でも声が出ちゃう。あ、もう寝てていいよ。じゃあ寝れない絶対寝れないこれ。あ、肩めっちゃ楽になってる。そうでしょ。うん、はあ、じゃあちょいとお待ちください。若いっす。あ、見てましたあのでも本当に気持ちいいんです。気持ちいいんだけど、私みたいに105キロから今の70キロ台まで持ってくるのまでの蓄積と、あとリバウンドの繰り返しが本当にやばいので、でも松本さんのあの持手は本当確かなんで、皆さんマジで来てください。定期的にあの多分このあの叫びがきっとあの静かになっていくと思うので、はい、ということで無理やりでした。今日のビログおしまいです。